アンナ・バレリエフ・ナビニツカヤは、ロシア出身のピアニスト、2007年のエリザベート王妃、国際音楽、コンクールピアノ部門優勝者。1983年、ノボロシースクの音楽家の家庭に生まれた。6歳から音楽を学び始め、9歳で最初のソロコンサートを開いた。12歳の時、モスクワで開かれた子供のための音楽コンクールで優勝した。 1995年、ビニツカヤは、家族と共に、ロストフな、ドヌに移り住み、彼女は、ラフマニノフ記念国立ロストフ音楽院に入学し、セルゲイイ・バノビッチ・オシペンコに指示した。死であるオシペンコは、教え子を偉大な音楽家に育てようと、大変な労力をかけて、音の響きについて、彼女を指導したといい、彼女が育ったことで、死は、生涯満足するに違いない。 ビニツカヤ自身がインタビューで語っている。外国人の教授は、オシペンコほど学生に思いやりを持っていない、とも彼女は述べている。オシペンコは、常々、音楽はインスピレーションを与えるものでなければ、ならないのだから、音楽家の役割は聴衆に何かを伝えることであり、音と音の間を滑らかに行き来する技を見せることでは、ない、と言っていたという。 1999年から2000年にかけて、イタリアで、いくつかの国際音楽コンクールに参加して入賞した、ビニツカヤは、さらに技量を磨くため、ハンブルク音楽演劇大学で、ラルフ・ナット・ケンパーに支持し、ついでエフゲニア・コロレワに支持した。2007年のエディザベート王妃国際音楽、コンクールピアノ部門で優勝したビニツカヤは、 世界的な名声を得て、同世代のピアニストたちの中で最も輝く一人となった。さらに、2008年のシュレースビヒホルシュタイン音楽祭では、レナード・バーンスタイン賞を受賞し、評価を確立した。2008年9月に、ワシントン DC のジョン・ F ・ケネディセンターのテラスシアターで、北アメリカでのデビューを飾った際、ワシントン・ポスト紙は、ビニツカヤは、鍵盤に向かう。 メスジシダと評した。2009年、彼女は、ハンブルク音楽演劇大学の教授職に招聘され、教職に就いた。アンナビニツカヤのデビューアルバムは、2009年に、フランスのレコードレーベルであるナイーブからリリースされ、セルゲイ・ラフマニノフ、ソフィア・グバイ・ドゥーリナ、ニコライ・メトネル、セルゲイ・プロコフィエフの作曲作品が収録された。この CD は、 フランスの音楽雑誌ディアパゾンにおいて最高評価であるディアパゾンドールとされクラシカの今月のショックに選ばれた。また彼女はドイツの雑誌ピアノニュースで今月のベストアルバムに選ばれ、その後モダンクラシカルアワーズにノミネートされた。ピニツカヤはヨーロッパ、アジア、アメリカで精力的にコンサートを開きイスラエルフィルハーモニー管弦楽団、 ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団、ロシアナショナル管弦楽団、ベルリンコンチェルトハウス管弦楽団などの有名なオーケストラと共演した。彼女の演奏は巧みなフレージングと磨かれた技術、発達した様式感覚において特に優れたものである。2005年以来ロシアにおいて開催されているクレッシェンド音楽祭には2011年の第7回に 初めて参加した。ありがとうございます。